今日午前、仙北市の秋田駒ヶ岳で高山植物のパトロールをしていた男性2人が熊に襲われました。男性2人は体を噛まれていますが、命に別状はないということです。2人の男性はこちらの登山口から100メートルほど入った地点で熊に襲われたということです。1人は捜索活動にも参加するようなベテランガイドだったということです。警察や消防によりますと、今日午前9時40分ごろ、仙北市田沢湖尾内の秋田駒ヶ岳8合目の駐車場近くで、登山をしていたとみられる人から、男性2人が熊に噛まれたと消防に通報がありました。熊に襲われたのは、仙北市に住む60代の男性と、秋田市に住む70代の男性で、手や足などを噛まれるなどし、病院に搬送されましたが、命に別状はありません。警察などによりますと、2人は環境省の委託を受けて、高山植物の盗難防止のパトロールをしていて、下山しているところを熊に襲われたということです。怖いですけど、ね、鳴り物いっぱい持ってるんだけど、やっぱり怖いですけど、でも鼻が食いきれなので来てしまいます。でもやっぱ注意しなきゃいけないなっていう引き締めにはなりましたけどね。まあ、親子グマということでしたので、危険性は非常に高いと思います。安全が確保できるまでは入山しないようにしていただくような格好になりますので。現場は秋田駒ヶ岳8合目の駐車場から100メートルほど入った登山道で、警察と消防が熊に襲われた状況を詳しく調べています。